ラジオネームどうしよう。長いな。ちょっといい微妙な時間。ちょっと短いのにしようかな。はい、短いのあったかな。ないね。まあお時間です。まあなんかあるかなっていう前に時間がどんどん。ちょっと今日はなかなか これあるかな。ラジオに美は乱調にあり早めに92歳橋田壽賀子先生がドラマ逃げるは橋田が役に立つの演技で第25回橋田賞個人賞を受賞したもののスケジュールの都合で受賞式欠席、楽器に対して次のように言い放っていました。本当は星野源さんにあげたかった。選考委員じゃないから残念です。いらねえけどな。星野も楽器も別にいらねえけどな。そもそもスケジュールの都合で欠席なんて嘘だから。思ったこと何でも口にしちゃうめんどくさいおばあちゃんに絡まれたくなかっただけだから。逃げるは恥だがな、役に立つよね。そんな賞毎年えなりにでもやっとけ。えなりも星野源も似たようなもんだろ。えなりと書きまして星野源と解く。その心はどちらも触るとおちんちんが立ちます。あげときます。以上です。ラジオネーム田中誠志郎。白豚こと村上春樹がアナルに極太バイブを突っ込まれた時に思わず言ってしまいそうなことベスト3。第3位、ああノルウェー森が開墾されちゃう。第2位この騎士団長殺し。第1位ノーベル賞もノーベル文学賞もそこに入れて。バカじゃない。何言ってんの。そんな欲しいのかよ。あげよう。やっぱり欲しいんですね。